シュトモシチャンネル。こんにちは。こんにちは。算数の動画になります。首都圏模試センターの野尻と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。首都圏模試センターの立石と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、立石さん、算数なんですはが、い。今回どうでしまあ、平均点が71点なんで、ここもね、半分ぐらい皆さん取れたかなと思うんですけれども、やっぱりね、5年生で第2回っていうところもあるんですけど、少しやっぱりもったいないなっていう、もうこれちょっと気づけばもっと点数が上がったかなっていうところが何問かありますので、そこを含めてちょっとお話しできればなと思います。まずですね、最初、四角2番のカッコ2、これ多分ね、皆さんね、絶対僕合ってた、正解したと思って解いてたとは思うんですけれども、これ 6kg の2割5分は何グラムってグラムに変換しなきゃいけなかったんですよね。このグラムを変換しないで多分そのままキロで書いた受験生の方は多かったかなと思うんですよね。49.8% の受験生の方が書いて間違ってる答えをね。だから多分、ほとんどの方がそう結びだったんじゃないかなと思うんですけどね。あとは、正十二角形の内角の和は何度です。これもね、よく、括弧4ですよね。カッコ4番。ここももう少し正答率が上がってもいいかなと思うんですよね。これは結構毎年正答率が悪いいといういんですか。よ。ここだからね、逆に言うと、ここを抑えとけば、自然と偏差値は、上がるぞっていう問題かなと思うんですよ。そうですね。偏差値のための模試じゃなくてね、もちろん、入試のためだったらと、教材、実力を上げるっていうのは模試の一つの役割なんですけれども、ここは少しでもできたら嬉しかったかなっていうのがありますね。多角形の内角の和では必ず、基礎問題として出る可能性っていうのは高いですからね、入試問題で。あとは四角4番のカッコ1とカッコ2ですね。ここもやっぱりカッコ1はもう正方形の対角線引いてるんで、そこの角度ですからね。正三、あの、二等辺三角形になるわけですよね。直角二等辺三角形の一つの角度だって分かっていただければできたかなっていうところがありますね。で、括弧2番の Y もこう、ね、点、BEC ってじゃあ E と C に線をつけた何三角形だろうってなったときに、これは正三角形になるなっていうふうに分かっていただければ、ここも解けたかなっていうのはあるんですよね。このね、二つはね、ぜひ、解いてほしかったかなっていうのはあるんですよね。四角五番の括弧一番が、これ答えが、こうやって計算、この場合はリンゴ4個とみかん5個の値段は430円。リンゴ4個と柿3個の値段は430円。みかん5個と柿3個の値段は300円っていうことは、この最初のリンゴ4個とみかん5個の値段430。で、ここは430、次もリンゴ4個と柿3個の値段430と同じだ。じゃあ、みかん5個と柿3個も一緒だ。じゃあ、これは差は0円っていうふうに出るんですけど、なかなか0という概念がやっぱり受験生の方も少なかったのかなと思うんですよね。だから、ここもちょっと、もうちょっと、見直せばできたかなっていうところはありますね。あと、四角7の括弧1も、これも条件を揃って書いていただければ、足し算ができれば取れた問題だったので、ここもちょっと解けてほしかったかなっていうところですね。で、四角8ね、これ約数の出し方で、こういう約数の出し方の計算をする場合の、参考書とか、問題集とかよくあるんですよね。なので、どうしてこうなったかっていう、8番に関しては今できなくても、こういう解き方があるんだな、考え方があるんだなっていうふうに見ていただけると、算数がもっと、面白くなるかなと思います。私の方からは以上です。はい、ありがとうございます。そうですね。基本的に、こんな難しい問題が出てたわけではない。それがなんでわかるかというと、誤答率っていうところですね。誤答率が、高いわけです。
で、今、たてさんが言われたところも誤答率が高かったりもするので、まあ、どっかしらでミスが起こっているっていうことになると思うんですよね。例えば、四角の6番、カッコ1、カッコ2とか、これは多分、その1センチ、厚さが1センチっていうところを引き忘れてたりとか。まあ、そういったことが起こってるんじゃないかなっていう予想がつくんですよね。だから自分がどこで間違ってしまっているのか、計算間違いなのか、単純に引き忘れてるのかとか、そういったふうにして、どういう間違いをしているのかなっていうのが、受験生の皆さん、ご本人が把握していくことによって、こういうミスっていうのを減らしていけると思うので、必ず自分がどこで間違っていたのかっていうのを、把握しておいていただければなと思います。では、算数の動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。